こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、この間、解説したセントトーマスのじゃあドラムソロはラテンからフォービートに変えるのってどうやってやってるのっていうのと、まあこういうラテンのドラムソロですごくこういろんなエッセンスがあるので、こうセントトーマスの、マックスローチのドラムソロを2回に分けてやりたいと思います。まず前半ですね、このラテンの部分を2コーラスやるんですけど、まあ16小節の2コーラスねやるんですけど、まずそのサクソフォンのコロッサスのリズムパターンですが、僕もいろいろやってみたんですけど、この感じのニュアンスを出すのにはこうね、手をミュートしたままこのまま叩いて左手右手左右左で、このカリプソっていうリズムっていうのは僕はこう思ってます。要はベースは2ビートなので足はこうです。でこれに、要はシンコペーションするラテンの感じと2ビートが同時にある感じ。だからルイス・ナッシュがやってたラテンがこれでやってたので、ドゥン、ドン、ドン、ドゥン。パターンはこんなパターンでも全然いいと思いますし、まあカリプソって別にラテン自体は、ラテンのパターンだったら何でもいいかなと思うんで、足は別にだからドーンツトーンの方に行ってもいい。ただまあベースが2分に来るので、ベースはこのラインでバスラ踏んであげた方が、だから全体的にずっとこうでいい。だからサンバキックである必要はなくて、ただこれ叩いてる人ほとんど見たことないし、実際にこれやると雰囲気出るんですけど意外とやりにくいんで、でまずそのラテンのもうこう無理しない、もうこれだけでかっこいいんで、これ6回やってますね。でこれやったらもう8小節ですよ。ラテンパターンやって、あとこのマックスウォッチはこのウカカウ、このダンツトントトン、なんかまああのタムのチューニング的にこっちが近いから今こっち使いましたけど、フロアでいいと思います全然ね。で、B に行くと、このカッコカッコカッココンタタンタタッとタッとタドトンカカンカンって、なんかこう3人が掛け合いしてるみたいな感じ、かっこいいですね。足入れてやってるだけです。全然簡単ですよね。だからこのパターンこんだけ覚えておくと、これもここ4ビートにも全部フィールが合いますから。で、大事なことは忘れてましたが、スナッピーを必ず切っていってくださいね。でラテンのとこはもうマクスローチはもう前半ここからドラムソロの2コラスのとこまでずっとこうスナッピー切ってます。で次が2コラス目がこのもう強引頑張ってるぞーって感じが出ると、このテンポ絶妙にこのシングルがこれでやってると綺麗に揃わないから、それをギリギリ揃えてると実際これねよれてるんですよ。でよれてるところがまたこうお客さんの心を引くというか、だから揃ってると、だから要は揃ってるよりはうーんってなってる方がいいんですよ、これはね。だからわざと自分に負荷をかけてるって感じですね。チャールズ・ミンガスとかこうベースでアドリブ書いてある時に、そのメロディーが絶対に当たらない音をこう書いてあるんですって。そうすると、うんってやるでしょ。うん、絶対ならないんだけど、そのうんが欲しいから書くって言ってましたね。それです、それです。だから自分が、俺はここに行こうとするんだけど、当たってないみたいな、絶対当たらないけど、そこに向かってるっていうエネルギーが欲しいみたいな。ここの冬なんかまさにそんな感じですね。で、B のとこは、タカタカダン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 。要は、3拍フレーズですね。で、カンカカンってやって、ここでスナッピーを入れます。だからタンタン、こうやってる間にスナッピー入れてタンタンでドンというふうに、ラテンからフォービートに切り替えるってことですね。このスナッピーを入れたことによって、ジャズってやっぱりスナッピーの入ってるタムがスネアがこれね、
ラテンっぽく聞こえるでも4ビートに似た感じがするでしょ。このスナッピーをここで入れるっていう、もうあのね CD 聴いてると聞こえるんですよ、スナッピー入れてる音が。ここで俺は4ビートに行くよっていう意思表示をしてるわけですね。それがもう素晴らしい。僕初めてこれ気づいた時はもう超感動して、このあの譜面書いた時は神棚に一応一日マックスローチ様素晴らしいみたいな、なんて音楽的に素晴らしいんでしょうということで、ラテンのこのエッセンスね、タッとタッとタッとタッ、そんな難しいことをしなくてもあのソロっていうのはできるんですよ。だからそのパターンを繰り返したりとか、そのフレーズをやるときにこういうモチーフで考えるってことがすごい大事ですね。なのでそのここまでの譜面面は何も難しくないので、ここら辺をしっかりやっていただければ、もうあのラテンのドラムソロはバッチシですね。じゃあ4ビートのドラムソロは次回に回したいと思います。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。